こいつがなんかこう曖昧にしてたのもムカつくし、全体的にムカつく。ナイトのだって管理不足もあるんじゃないですか。だとしてもそこホストとして対応するべきじゃない。これまでも勝ってきたんで、今日勝っちゃいましょう。正直、同じ土俵だと思ってないんで。新人ランキングでその階段を瞬く間に駆け上がったホスト。誠実に。店舗歴代最高指名部位記録を保持する。サタデーナイト。売上1位と組数1、そして正反対な源氏直子、この2人。密着当日お店に向かうと、なんと爆弾行為で喧嘩中。そんな中、相番での同伴がある。スタッフは2人の要望通りついていく。地獄の相番スタート。乾杯。お疲れ様。お疲れ様。ありがとう。いや、あなたのせいではないけど、心当たりあるんじゃない？普通に連絡先だって交換したんでしょ、実際。爆弾行為とはホストを対象にした禁止行為。一度指名したホストの変更は不可。担当以外の同店ホストと連絡を取らない。しようとしたでしょ。してました。してない。え、どっちなの。言われたんじゃないの、交換しようって。まあそんなニュアンス的なやつは言われた、正直。なんでお前もかばってんの、今さら。いや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 、で言ったよ、交換しようみたいな。また記憶ないって言ってるけど。いや、誠から聞いたんだよ、普通に。どういうつもり、逆に。キャストって分かってるじゃん、だって。じゃない。それ俺じゃダメだったの。まあ別にそれに対しては悪いと思ってないけど、そこでなんかこいつがなんかそこ曖昧にしてたのもムカつくし、全体的にムカつく。知ってた、それ。嫌じゃない、でも普通に。こことここがさ、連絡取ってたとしても嫌だしさ、なんかそれを容認してる誠もさ、なんかムカつかないって思うんだけど。まあ4人の仲もあるしさ、そこをだってここでわざわざ崩す必要なくて、ナイトのだって管理不足もあるんじゃないですか。いや、管理っていうかさ、それは気持ちがさ傾いちゃったのはさ、正直あると思うし、そこはまあ管理不足ではあるけど、だとしてもそこホストとして対応するべきじゃない。別に友達ではないから。だから交換はしてないよ、俺ら。いや、当たり前でしょ、交換してたらそれ普通に爆弾だから。でもなんかさ、こっちに気持たせるようなこと言ってんのもそもそも爆弾じゃないのって。いや、俺はそんな発言は正直してないけどな。いや、発言はっていうかさ、実際こうなっちゃってんだからさ。うん、せっかく ご飯来たし、別に悪い空気にしたいわけじゃなかったけど、なんかそういうルーズなところあるじゃん、普通に。まあ俺にもあるけど、だってナイトにもあるやん、そこは絶対。それでさ、実際だっていなくなったらどうすんの、責任取れるの。めっちゃ大切な女の子だよ、だって。全然頭覚えてない。ありがとう。
楽しくしたいけど俺こっからウェイってできないでしょこの空気も。いやいや無理。そんなこと言ったら別に誠実誠って名前だけど全然誠実じゃないじゃんそれやってること。線引きはしてるからしてるし、だしっかりもっとしてほしい。そこは2人がまず、そういうところだから本数はまあ君の方が高いかもしれないけど売り上げに出ちゃうんじゃないの。それめっちゃ煽りじゃない。いや煽りとかじゃなくて、せっかくの同伴でギスギスが止まらないみたい。普通になんか誠に言われたことにも正直腑に落ちないし、まあ俺は絶対自分が正しいと思ってるの、ね、だしめっちゃ信用してるから。だからこそ今日はラッソンを取りたいっていう、まあ俺のわがままだけど、それで協力してくれるならまあ俺のことまだ好きなんだなって思えるし、なんか普通にお前にも物申したい。さっきの売り上げ取ったらとか本数取ったらの話も別にそこをお前がなんかこの話に出してくるのであれば、じゃあ今日それで決着つけようよって。じゃあ今日決めよう、どっちがいいか悪いか。そいつっていうの？シャンパン煽り合い合戦開幕。ルフィ、もう一本ぐらいいとかないか。